球ジャンプ。いやーすごいですね。男子で最低の記録を出した方にはもうあの恐怖の罰ゲームが待っております。恐ろしい。さあそれでは早速一人から参りますか。はい、今年は何人の死者が出るでしょうか。怖いわ。まずトップバッターは西条秀樹さん。西条秀樹さん。もう大丈夫だね。でもね、いや大丈夫じゃない。頑張ってみる。いやトップバッターというのはね、恐ろしいですよ。ちょうどねこの雪の降り始めの頃、下で子供がね遊んでまして、ストックを3本忘れたって言ってますからね。もしかしたら中にこう上に向いてるか分かりませんが、最後さあそれでは助走をつけてまいります。決勝の学校でまいります。最初はデイ君、準備はいいですか。よーい、飛びました。秀樹さすが上がってみたいと思います。ジャバ4m80。 息どうですか。抜けた。さあ続けましょう。ちょっと待って、秀樹が抜けません。秀樹が抜けません。奥まで深く入っております。ちょ一番最初だからね。すごい。よし大丈夫。あ、靴が抜けた。靴が抜けた。よし、よし大丈夫ね。ひろみくんお願いします。はいはい、さあ続きまして2番目です、ね、2番目です。はい、それでは参りましょう。よーい、ストライク。おお、これは結構いいところまでいった。やりました。飯沼健二くん5m60。 イエーイ。はい、感想してください。いや頭から行こうと思ったんだけどね、途中で気が変わって足から。はい、ご苦労さんでした。山形。おーい、すげー。これは飛んだ。さあ上がります。じゃ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 、5m70。 こんな瞬間これを2回1個入りますか。2回入って回転してこれです。飛んでる最中にこれが入る。ダメ、着地の時に男の武器。着地に何か別のものが出る。いいですね、これは。しかしそれだけ余裕があるかどうかですね。さあ見せていただきたいと思います。そういう余裕があるかどうか。よーい、決勝行こう。そう、死んでます。死んでます。予定が狂ったみたい。お、起き上がった。そんな余裕なかったよね。どこの武器。今頃嘘いいって言うね。はい、上がってみたいと。ここで、はい、上がります。4m5。 4m5、 最低の最低です。です余計なことしてると距離が出ないところ。しかしあの格好もね、あの採点の対象でございますからね。今のはなんか努力って努力者っていう感じがしますね。素晴らしいですね。はい、はい、続いてまいりましょう。はい、女性軍ですね。まこちゃん、こっち行こう。こっちの方が怖いよ。ちょっと頼みますよ。いいですか。よーい、ヒットいったらお願いしますよ。よーい、スピード勢い。頑張りました、よしみちゃんでした。ちょっとなんか雪が固くなったんだよな。
ちょっと雪が固いんじゃないの、どんどん。大丈夫大丈夫大丈夫です。大丈夫なの？雪じゃないです。ちょっとそんな固まり投げないでとこ。さあ参りましょう。怖いんです。怖いんですやない。ここちょっと測るんですか、やっぱりこれ。それでは参ります。カレーうどん。やだー。やりました。高光くん。はい。測ってみたいと思います。じゃん。5m15。初めてでございますね。初めてです。これがね、ありますと、胸が傷つきますんでね。はい。ちょっとこれを私が使ってください。いい匂いするわ。それでは参ります。河合直子ちゃんです。飛びまーす。はい、頑張れー。頑張ろー。せーの。せーの。おー。鼻の中に、鼻の中に息が入りました。河合直子の鼻の中に雪が入りました。今一生懸命人差し指を突っ込んで取っております。そうつけ、可愛いなと取っております。あ、人差し指では取れません。親指を出しました。危ない。なこちゃんどうやった？怖かった？怖い。はい、顔面蒼白でございますが測ってみたいと思います。2m60。 2m60 飛びました。可愛いなこちゃんでした。はい、よし、せーの。おー、やった、すごいすごいすごいよ。これは飛んだ。ふみこちゃん、この顔見て。この顔はめったに見られません。はい、ふみこちゃん飛びました。3メーター、あ、やった、4メータージャストです。はい、ご苦労さんでした。大丈夫？おさむちゃんです。あ、手袋取れてもらった。いや、反対ね、頑張ります。そうなんです、はい。2ビートはですね、いろいろこういう技を中に入れながらやりましたけれども、はい、おさむちゃんの場合はどんな技ですか？はい、顔を山本で飛びます。皆さん顔にご注目ください。顔は山本で飛びます。ちょっと準備運動しましょうか、みんなで、せーの。高いですな。失礼しました。変わっちゃダメですよ。変わっちゃダメなんですよ。じゃあ早速飛んでいただきましょう。最後ファイトでございますよ。さあ皆さん、変わりご注目。壊していっちゃったよ。この格好見て、この格好。山本さん、大丈夫ですか？大変な事件だった。犯人は雪の中に入った。そうです、犯人は雪だるまだったんです。なあ、はい、山本さんが死んだらこの川崎はどうなるんです？わかりません。相手がいた。最低いきましたか？やった、1メートル95、9か、1メートル99。やりました。何をやりました？頭から行こうもねえけど、バーッとなってもね。はい、よし、あ、どんかしこまった。あ、さあ、それでは続きまして、はい、今度です。はい、マッチ、はい、もうこの右だけね、はい、小さいのはもうかなりいけるから。はい、頑張ります。ね、ほら、ちっちゃいちびっこもね、応援しますからね。皆さん、マッチ応援してくださいよ。はーい、よーい、やったー。これは最高の評価と思うんですよ。マッチ飛んだね。冷たい冷たい。よし、早速測ってみたいと思います。さあ、6m20。最高。あ、どうもありがとうございます。はい、マッチが飛びました。6m20 です。さあ、今度はですね、僕も誰が飛ぶかよくわからないんですよ。見てみないことには。どうぞ。それでー
大橋巨人さんが雪の中に埋められました。中島さんも